ペーター・デュットマンはドイツの軍人。最終階級は空軍少尉。第二次世界大戦では独組戦において戦闘機メッサー・シミット BF-109 を操り、総出撃回数398回、総撃追数152機を記録したエースパイロットとして知られる。その戦功により、騎士鉄十字章を受章した。第二次世界大戦中、デュットマンは ドイツ空軍東部予備戦闘飛行隊に所属した後、1943年5月7日に第52戦闘航空団へ配属された。彼は終戦まで JG52 に勤め、ハインツ・エバルトやハインツ・ザクセンベルクなどと編隊を組んでいる。1943年5月21日に初の戦果を挙げた彼は、その年の終わりまでにさらに24機撃墜を記録した。 7月11日、アメリカの攻撃機 A-20 の編隊と遭遇し、被弾。不時着水を余儀なくされた。さらに、約1ヶ月後の8月9日には、胴体着陸を行っており、17時間ほど、行方不明となった。そして約2週間後の8月23日、今度は、ソ連軍の降射砲に砲撃され、搭乗機体が発火。この時も、胴体着陸を行っている。 デュットマンは、さらに記録を伸ばし、1944年5月7日には、衝撃追数が91機に達した。その後、戦闘疲労により5月末から9月まで休養した。復帰後の9月24日に衝撃追数100機を記録している。11月13日、彼は、ソ連の攻撃キールマイナス2に、上空約300メートルで撃墜されるが、生還を果たした。 12月23日に JG52 第5中隊中隊長に就任。終戦直前の1945年4月26日、対戦最後の撃墜を記録した。最終的に総失撃数398回、総撃墜数152機を記録し、他に M4 シャーマン戦車を2両撃破している。対戦を通じて、 悲劇追いや不時着が17回あったが全てにおいて無傷で生還している。デュットマンは騎士鉄十字章を受章しているが、対戦末期にはその一つ上のクラスである、白洋付騎士鉄十字章受章の推薦をされていた。オーバーマイヤー1989、P104、パッチィウォールシェルツァー2001、P95、フェルギーブル2000、P167、シェルツァー2007、 P283, ありがとうございます。